にちは、西野の西野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうフイナム YouTube といえばの結構何回目なんですかね。僕 3,4 回目ぐらいですかね、うん、あの時計の動画だったりとか、うん、ありがとうございます、いつも。はい、で、今回の企画はというと、はい、まあなんかあの後ろにラックになんか服もかかってる通り、まああの最近西野さんが購入されたものをこう紹介してもらおうかなっていう、はい、まあシンプルな企画なんですけども、はい、まあ、普段からよく買い物は結構される方ですか。うん、結構し波ありますけどね。はい、波ありますけど買うときはやっぱめちゃくちゃ買いますし、まあなんかこうフラッと思い立ったら時間あったらですけどね、はい、もう何も言わずに事務所出て買いに行くんで。なるほど。これとかは本当この間まさにそうでした。はいはい、はい、早速、はい、あの1着目からこうご紹介していただければ。どれからいきましょうか。じゃああの一番右にかかってるちょっとコートから、はい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 、お願いしてもいいですか。はい、これあのインバーティアっていうイギリスのダッフルコートなんですけど、ダッフルコート、はい、僕まあ割とインバーティア好きでオレンジも持ってたりするんですけど、うん、これは世の中に出てないやつで、その代理店さんからどうしても欲しいって言ってサンプルを譲ってもらったやつなんですよ。じゃあ最近なんですけどね。ドロップしちゃったものってことですか。いや、生きてはいるんですよ。で、この色もあるし、うん、これはあのベーシックなやつじゃなくてなんか最近のビッグシルエットみたいなやつなんですよ。でもファーストサンプルで着丈短いやつです。本当はこれから10センチ長いんですよ。でも短いやつを展示会で着た時にこれがいいと思って、でこれもしまあいろいろ使い終わって譲ってもらえるなら譲ってほしいですとお願いして、ようやく本当この間先週ぐらいですね、ようやく手に入りました。あのまあ展示会でもよくありますよね、うん、こうかかってるサンプルがこの後もうちょっと変更ありますみたいな。あ、そうですそうです、そうです。それの元のやつが良かったと。そうですそうですそうです、そうです。だからこれが欲しい、うん、だから割とこうオンリーワン系ですよね、うん、そんな感じですよ、ね、だからなんかこう僕最近この色ハマってて、うん、だから後にも出てきたりとかこの色のタートルとかなんかちょっとあ ここにもあるわこういうのとかこのねなんかこうちょっとこうドラえもんブルーみたいなやつをにちょっとハマってるんですよね。ダッフルコートはなんか今の気分だったりするんですか。なんかダッフル自体は正直なんかもう定番じゃないですか。だから着る着ないっていうのはあんまないですね。年間絶対に何回かは着るな、うん、はい。で僕その毎日その大志西野っていうコーディネーター上げてる SNS、うん、インスタがあるんですけど知ってます。もちろん知ってます、はい、あれ見ていただくと分かるんですけど僕やっぱ莫大な量持ってるんで正直そのローテーションでなんていうんですかねアウターがそんなにこうを何回も着るっていうのがそんなないんですよね、うん、だから多分あれ見てもらうと分かるんですけどすごい気に入ってるやつで10回出るか出ないかぐらいですかね。なんですけど一応ダッフルはなんか去年もヘリル・ムートンヘリルとニートでコラボしてもらったムートンのダッフルとか作ってもらったりとかなんかやっぱ何着は持ってますね。はい、はい、続いて2着目がモンベルのダウンです、はいはい、結構見た目はシンプルだと思うんですけど、はいはい、なんでこれを持ってきたかって、はい、僕これ本当に、去年の冬2022年の冬ぐらい買ってるんですけど2022年のベストバイと言っても過言ではないぐらいこれ見た目じゃちょっと分かりにくいかもしれないですけど結構薄いんですよ。で軽くてでもねこの1000フィルパワーっていう1000だからこれなかなかないっす。なんかアメリカの最強系のやつでも900とか1000とかだともうほんとパンパンなやつなんですけどこの軽さでこの薄さでしかも4万円ぐらいですっていうのが、まあ、一つのポイントなんですけどこれもっと言うとこれもわかんないんですけど
これ海外モデルってやつで、あるの知ってます？海外モデルっていう。いや、初めて聞きました。逆輸入みたいなことです。なんかレクサスみたいなもんですよね。はい、はい、で日本の企業だけど、海外で展開してるモデルなんですけど、たまに生産数の関係とかでちょろっと置いてたりするんですよ。なんでシルエットがまず大きいっていうのと、あとこのネイビーの色味も、海外モデルならではの色なので、その日本のまたネイビーとまたちょっと違うっていうのもポイントです。これは普通にモンベルのお店で購入できるんですか？そうですそうですそうです、うん、僕も、南町田グランベリーモール店で買いました。そうです。なんかそのハンガーのこういうところにあの SML とかっていうパッツこうついてるじゃないですか、うん、その上にもう一個赤で海外モデルっていうのがついてるんですよ。この海外モデルは、でそれがまあ印かもしれないですね。多分ほとんどないと思うんですけど、たまに店頭ではあるみたいなので、なんか見つけたら買いかもしれないですね。じゃあもう1000フィルパワーながら結構折りたたんでカバンの中にもしまえたりするんですか？あ、そうです。確かパッカブルになるんですね。はい、なのでこれはなんか僕もダウン何着も持ってますけど、なんかこう一番使うかもしれないですね。はい、続いて3つ目が、はい、西野さんがご自身でやられているニートのパンツですか？ちょっとニートのニート USA、USA、はい、あのレショップさんとコラボレーションさせてもらってて、はい、もうどれぐらい前ですかね、4年ぐらい前から、うん、もう今回この間1月に発売したんですけど、4回目、発売になりました。単純な疑問なんですけど、はいはい、ご自身がやってるブランドのアイテムって自分で買うもんなんですか？でもじゃないですか、普通はそうじゃないんですよ、やっぱり、うん、その自分が欲しいやつは1本多く作ればいいだけなんで、普段はそうなんですけど、このニート USA って名前の通りアメリカ製のニートなんですけど、やっぱアメリカ製っていろんなこうレギュレーションとか支払いとか、まあ大人の事情がやっぱいっぱいあって、僕らみたいな小さい会社だとできないんですよ。なのでそのレショップのそのベイクルーズさんにそのやり取りを全部してもらってるんで、一応ニートネームなんですけど、ものはベイクルーズさんのものなんですよ。だから僕これ欲しいですってなったら普通に買うっていうスタンスなんですよね。なので、まあ、ニートの中では特殊ですけど、でもあのガチで買ってるよっていう、そのもらってるとかじゃないよっていうことですかね。ちなみに、まあ、作られてる側でもあると思うんですけど、このパンツどういうところにこだわりがあるんですか？なんかね、今は僕たちのその既製品でもニートチノっていうのをやってたりするんで、今はあるんですけど、当時その4年前はチノパンっていうのはなくて、でそれをそのレショップの金子さんと、まあ、本当にアメリカ人が普通に履いてるチノパンみたいなのをニートで作ろうみたいなのがコンセプトなので、まあ逆に言うとそんなに特徴的ではない。ただニートの深いこのプリーツとアメリカ製っていう、この2つがやっぱり大きな特徴ですかね。でも本当に現地の人が履いてるような、なんかもうあんまり気取ってない、そうです、ちょっと土臭さというか、なんかこう言い方がちょっといいかどうかわかんないですけど、そのおじさんっぽさというか、うん、みたいなのをテーマにして、だから4年前から一切形も変えずに色だけ変えてやってる感じです。ちなみにこのアメリカ製っていうところで、日本製とや違いはあったりするんですか？それともロマンですか？いやこれねロマンっすね。なんか僕もやっぱもともとブルックスブラザーズにいたので、なんかアメリカ製のかっこよさってこうちょっと B 品っぽいのがいっぱいあるみたいな、それもアメリカっぽくていいよねみたいな感じだったんですけど、初めてやった時思ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗になってきました。だからどっちかというとロマンですよね、やっぱそのメイドイン USA っていうところにやっぱロマンを感じてるっていうだけです。だから自己満かもしれないです。はい、はい、で続いて4つ目、はい、まあ、西野さんといえばの
まあ、B2 なんですけど、はい、まあ、バルセロナだったり、はい、マンチェスターユナイテッドだったり、はい、まあ、サッカーものが多いんですけど、はい、これはどこで購入されたものですか？これはね、ソーワットヴィンテージっていう。あ、一緒に。そう、あれ、だから今日これ本当に持ってきたんですよ。僕もこれだけは絶対出したいと思って。多分あれが初めて行かれたと思うんですけど、それからその時にめっちゃ買ったの覚えてます。めちゃくちゃ買いして、でそこからもインスタをフォローしてチェックしてたんですよ。でもなんかこう僕のなんかこう生活的になんかあんま下北って行かなくて、で行ったら行きたいなと思ってるんですけど、なかなか行く機会なくて、で本当ついこの間、もう本当2週間ぐらい前に、はあ、ニットが欲しい。でその前になんかこうソーワットヴィンテージのそのインスタで出張買い付けに行かれてたやつを見てて、そろそろ帰ってきてたって何も言わずにパーンって会社出て、バーって車走らせて行きました。あ、じゃあもう本当に1年ぶりに行った感じですよ。じゃあニット帽のために下北に。そうです、本当に。でそれだけ、これだけ買ってもう帰りました。オフィスに今の乗ったんですけど、僕4つ買ったんですよ。でこれ4つとも持ってきたんですけど、前回もそうだったんですけど、いろんな中から僕選んだんですけど、僕あの店主の人にも言ったんですけど、僕結構このスポーツものが好きかもしれない、ニット帽なんか分かんないですけど、いろんなやつこうピックアップしてキープして被ったりとかして、最終残ったのがこれだったんですよね。だから、まあ、まあ色味も面白いっていうのと、あとなんかガチガチっていうか、なんか普通におっちゃんかぶってそうじゃないですか。まあファッションのアイテムじゃないじゃないですか、もともと。そうみたいなところになんかすごい惹かれたのかなっていう。でこの4つの中でちょっとボーダーが欲しかったんですよね。なんで2色ボーダー、あとはこのさっきのインバーティアでも出た僕が最近ハマってる色と、僕これのチェルシー版持ってるんですけど、ブルーの。だからちょっと兄弟みたいでなんかいいなと思ってマンチェスターユナイテッドも買ったんですけど、まあなんか冬はやっぱニット帽、夏はベースボールキャップみたいなのがやっぱ多いんで、まあ、僕のなんていうんですかね、定番っていう感じですかね、何個も。はい、では最後のアイテム、はい、これまた西野さんといえばのニューバランスだと思うんですけど、はい、箱に入ってるということはまだ新品ってことですか？そうです、これ昨日届きました。あ、はい、本当にもう最近。そうです、そうです、そうです。まだ正直足も通してないです、はい、じゃあちょっと早速気になります。開けていただいて、ちなみに僕これ同じの2足買いしました。あ、お気に入りの靴は二足買いするタイプですか？いや、最近ね、そういう風にしました。もうニューバランスとか気に入ってるのは、一足履いて、一足は置いとくっていう。やっぱあれ、やっぱもう一回買いたいなと思った時もないじゃないですか。うん、だから、後悔しないように、二足買って一足置いとくっていうスタイルにしてます。なるほど。で、今回僕が買ったのは、知ってます？いや、ちょっと僕わかんないんですけど。なんていう品番ですか？これは、ニューバランスの、950V2 ってやつなんですけど、これあれですね、アメリカ軍に支給しているタイプです。アメリカ軍のトレーニングシューズ。今、ウェアも全部ニューバランスだと思うんですけど、なんでこう、トラックパンツとか T シャツとか、皆さん見かけたことあると思うんですけど、それの靴ですね。はい、確かにその見た目的にはなんかシティってよりもちょっとガチ感がありますよね。そうで、これ V2 っていうやつで、多分 V1 も支給モデルだと思うんですけど、 V1 はなんか本当激レアで、なんか多分全然手に入らないんですけど、なんか V2 はなんかいっぱい出てきたっぽくて、最近なんかいろんな古着屋さんとかで置いてたりするんですけど、ずっと僕は気になってて、まあ、これはもっと買っていけんだろうと、まあ、ニューバランス好きとしてはっていうので、買った一足です。じゃあ支給されているものっていうことなんで、本当に軍の人たちが
例えばトレーニングの時とかに実際に履いてるモデルってことですよね。あ、そうですそうですそうです。トレーニングとか、あとは多分その中でも部活とかあったりするんで、そういうのでも多分履かれたりしてるんですかね。多分普通はこういう9号、こういうっていう言い方したところが怒られるなんかこの手のそのタイプって、でアメリカ製ってやっぱないんですよ。へえ。あの例えば990シリーズ、991とか2とか、はい、まあ、昔と3993とか、あとは2000番台とか、そういうのはもちろんアメリカ製今でもねあるとは思うんですけど、このちょっとライトな感じのパターンってアメリカ製ってやっぱないんですけど、ここはやっぱ軍ものっすよね。だからその自国で必ず作るっていうところだと思うんですけど、そこもまたいいですよね。まあ、そのガチ感っていうのと、まあ、さっきお話もありましたけど、やっぱメイドイン USA っていうところが、はい、まあ、西野さん的にはグッとくる。そうだから結構ね、なんかこう作りがどうこう、作りがっていうかこのデザインがどうこうっていうよりかは、なんかやっぱりちゃんとこう機能的なのを考えられてて、多分普通のニューバランスよりも、これちょっとね、なんかこう動画じゃ伝わりにくいかもしれない、ここのクッションがすごい入ったりとか、横とか多分その履き心地みたいなのすごい重視多分されてるんだろうなと思いますね。あとはもうこういうところは別にっていうので、なんかもう結構雑なプリントだったりするんで、まあ、そういうのはどうでもいいって感じなんでしょうね。それが逆にまたね、いいんですよね。わかる。ちなみにだいぶスポーティーな見た目ですけど、はい、西堂さん的にはどういう感じで合わせたいとかありますか？いやこれね、まあ、まずはやっぱり、僕休日も993履いてたんですよ。でもなんかもったいぶって993履いてたんで、これ二足買いしてるんで、まずはそのガチでそのチャリ乗ったり、はい、子供と走ったりとか、そういう時にまず使いたいっていうのと、あとはなんか普通にこうなんていうんですかね、セットアップとかでこういうのもまあいいのかな、外し的な、そう、外し的な。あと夏はこれに普通になんかこうレギュラー丈の白いソックス履いてショーツで履くみたいな、まあちょっとおじさんっぽい感じもいいかなと。確かにめちゃくちゃ良さそうですね、はい、うん、ちょっと長めの、ね、膝下ぐらいの短パンに、うん、みたいなのもまあありなんか分かります。それこそアメリカにいそうなおじさん的な、オクソードのボタンダウンシャツ着てベースボールキャップかぶってみたいな、なんとなくイメージ湧くと思うんですけど、なんかそういう履き方したいなと。はい、これで西野さんがこう最近買ったものっていうものを、はい、まあ、全部紹介し終えたものなんですけど、はい、まあ、どれもやっぱり、まあ、メイドイン USA とか、ちょっとまあなんかアメリカにいるちょっとガチ感みたいな、なんか西野さんのすごい好みが分かってすごい面白かったです、はい、よかったです。本当はねもっと紹介したいのもあるんですけど、まあそうですよね、他にも実は、だから近いね、本当にそう、だからまあ西野さんの最近買ったものシリーズ、なんかいや連載的にやっていくのも本当ね面白いかなと。やりたいですよね。なんか自分だとなかなかそれやる気にならないんですよね。あ、本当ですか。うん、なんかそこまでしてみたいな、結構手間かかるじゃないですか。うん、そうだからなんかこういう風になんかこう紹介できるのは嬉しいっすよ。あ、本当ですか。あと僕は自分のほらコーディネートのアカウントあるんで、はい、そこで身につけてるから本当に買ってるっていうのもちゃんと伝わってくださると思うんで、うん、なんか僕としてもなんかこういう企画はありがたいですよ。じゃあちょっとまた西野さんがこうガバッと買い物された時にはぜひフイナム YouTube でご紹介いただければと思います。わかりました。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。